大白市長大白市は大韓民国関温度南部にある市。大白山脈の大白山のふもとにある標高700から900メートルに位置する高原都市。自然が豊かでレジャー開発を進めている。685年以降、市発足まで山直群、山直府などに属していた。県川谷で石炭が発見され、近代は炭鉱の町として発展した。 その様子は石炭博物館で知ることができる。大白市は関温度の南部、京商北道との道境に位置する。大白山脈、小白山脈があり、大白山など多くの山がある。観光とク闘校の源流がある。標高700から900メートルの高原地帯に位置するため冬は長く寒さが厳しい。積雪量も韓国の中では最も多い。 一方、夏は涼しく、韓国有数の避暑地である。1998年の16道から8道への統合など、幾度かのほらの統合を経て、現在は8の行政道が存在する。市長所在地は、紀ーケ道である。市の基幹産業であった石炭産業はすでに衰退し、市は、大白山を中心としたレジャー開発を進めている。また、札幌市が提唱した。 世界冬都市市長会にも加入している。市長所在地すべての学校が、当初、平基地教育振興法施行規則に定められた、平基地校である。高原地帯にあり、レジャー開発が進められている。大白山道立公園両前、大白山を中心とした公園で、ハイキングコース、観光源流などがある。大白山振興に関した遺跡などもある。 ツツジなどの高原植物も自生しており、6月には大白山ツツジ祭りが開催される。その高木のような観光地がある。ありがとうございます。